わあ、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 はい。早いよ。まだ10分しか経ってないよ。いや、ちょっと、今か今か止まってたんで。そしたらですね、じゃあちょっと、自己紹介の方をお願いしましょうかね。よろしいですか？はい、僭越ながらでは。はい。はい。いいでしょうか。チャオゴキンイカが、二次三次所属、スペシャーレのシェフ、なぎさトラウトです。よろしくお願いいたします。うわー、なぎさくんだ、ありがとうございます。なぎさくん。なぎさくんです。どうしちゃったの、こんな早く。来ちゃった。なんで、ちょっと、はい、すごいじゃない。この後ね、ちょっとしきなぎ先輩のとこ行きたい。でも、お出かけ、でもちょっと用事、うん。でも早めに行こっかなって言って、じわじわ思ってたんですけど、ひょっとして ひょっとして70キロ走った方が面白かった？いや、そんなことはないんだけど。70走るってなると、多分私ね、配信2、3日潰さないといけなくなっちゃうから、ちょっと。手痛い。さすがに手痛いですね、それは。そう。何、わざわざ、スタンバってくれてたの？もう本当にもうもう、この後出かけなきゃだけどって思ったんですけども、出かけの準備バチバチにしてとすればいいやんと思って、もう、ちょっと、完璧な状態で。ちょっとそんな忙しい中来てくれちゃってさ。いや。ちょっと、来ますとも。嬉しいじゃないの。ありがた。奇跡でした。ありがた。いいね。何、お仕事それとも普通にお出かけ？あ、普通にお出かけでございます。いいね、珍しく。いいね。珍しく。土曜日なんだね。あんまりそう。普段ね、あんまり、なんか物草なんで外出ないんですけど。あ、まあ、ちょっと、やらなきゃいけないことあるな。さすがに。出かけるか。みたいな感じで。いいじゃない。私はね、今日は本当に貴重な土曜日を丸々一日とつまちで潰すっていう、その。いや、すぐ来ますよ、すぐ来ますよ。いやー、だといいんだけどね、そう。みんながみんな、なぎさくんみたいな、人たちではないから。いや、ありがたいわ、本当に。ありがとうございます、本当に。いえ、突然します。ちょっとなんか、忙しいだろうからさ、ちょっと早速なんですけど、一応今回、会話デッキね、一応用意してきまして、1番から10番まであるんだけど、どうする？見てもいいし、なんかランダムな番号言ってもいいんだけど、どっちがいい？やっぱ最初の方はランダムの方が面白いんじゃないですか。いきます。わかりました。番号。じゃあ、1番から10番まであるんですけど。はい。でもね、一応ね、そうだな、なぎさくんね、一回、そうだね、ちゃんと喋ったことがあるから。はい。そうだな。まあ、じゃあ、2番以外にしとこう、一応。2番以外了解ですよ。2番はね、ちょっと結構、楽なやつというか、多分、なんなら一回話してるようなトークテーマだから。なるほど。ちょっと2番以外にしとこうか。じゃあ、まあ、それは今後とつきた方にお楽しみということで。はい。そうですね。一人目。いや、ラッキーセブン行きますか。ああ、いいね。ですね、7番のトークテーマはですね、はい、一緒に出かけるならどこに行くです。はい。ちょっと待って。一緒に出かけるならどこに行きますかでございます。一緒に出かけるならどこに行きますか。はい。こちらですね。まあ、実を言うと、なぎさくん、はい、今度さ、一緒に遊びに行くじゃない。そうなんですよね。そこ以外にしよう。はい、そう。そこはね、ちょっと今、それが面白すぎて今、ゲラゲラと笑ってるんですけれど。そうなんだよね。そう。ナンバーセブン、一緒に出かけるならどこに行くということで。はい。カフェとか、行ってみたいかもしれないですね。あら。ちょっと何？それはスペシャーレだから、ちょっと。うちにも来てちょうだいってのもありますけど、やっぱり。ごひいきに。ちょっと、あれな、いろいろコーヒーのうんちくとか語ってくれちゃうタイプ。全然出てこないと思う。お料理のうんちくなら多分出るけど。お酒とね、料理のうんちくはね。お酒とお料理のうんちくが出るんですけどね。まあ、カフェだったりとか、あとはまあ、本屋さん行ったりとかね。はい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 。したいですね。いいじゃない。
私さ、はいはいはい。なんかそういう、なんだろう、これあれなんだよな、一緒に出かけるならっていうより、なんか、最近、ちょっと自分の出かけたいところになってくるんだけど。ああ、なるほど。なんか最近ね、また植物園に行きたくなってきて。うわ、いいですね。あらあらあら。そう、植物園行きたいのよ、私。はい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 。それまたどうして？え、なんかね、もともと、なんか初めて植物園に行ったのが、はいはいはい。なんだったかな、ね、小学校の社会科見学か、あ、はたまた親に連れて行ってもらったかで、ね、確かね、確か、うん、記憶だと8、9割の確率で親に連れてかれたと思ってるんだけど、本当に子供のちっちゃい頃、本当小学1、2年生くらいの頃に、その植物園にその親に連れてかれたんですよ。はいはいはい、そう。で、そこで、なんかさ、植物園ってさ、はい、独特の空気があるのよ。あ、でも、わかりますわかります。そう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 。なんか、植物園ってさ、基本的に、まあ、屋外のところもあるんだけど、基本的には屋内で、まあそうですね。透明なドーム状の建物というかに、ね、そう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 。まあ、擬似的な植物が生えてる環境があって、みたいな感じですね。草木が生えた、その、はい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 、なんか、湿気のあるみずみずしい感じとさ。わかりますわかります。で、あとさ、私さ、人混みがさ、正直あんま得意じゃないのよ。はい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 。そうそうそう。で、植物園ってさ、なんか特別な場所なんだけど、人はそんなにいないじゃない。まあ、いても本当に、一人一人ですれ違うぐらいで。そう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 。道埋め尽くしてるとかではないですもんね、うん、確かに。そう。で、カップルとかもいるんだけど、なんか、そのカップルも、はいはいはい、なんていうかこう、まあ、ちょっとなんかこう、物静かな方というかさ。ドイチャしに来て、とっても綺麗、バカ、お前の方が綺麗だよとかじゃなくて。っていう人はいないじゃない。そう。その空間を二人で。そう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 。そうですね。味わっている。っていうさ、なんか、物静かな環境でなんかこう特別感の溢れる場所だからさ。わかる。なんかそういうところをちょっと人と回りたい気持ちがあるんだよね。超いいですね、それ。そう。ちょっと、渚くんにね、ちょっと植物園一緒に行ってさ、ちょっと草木の名前でリリック刻んでもらって。あ、やった、よし。よし。よし、準備運動しとこう。でもなんかさ、あるじゃん。それなんかリフレッシュじゃないけどさ、やっぱ都会の喧騒に揉まれてるからこそ、そういうちょっと静かなところに行ってさ。そう。うん。なんか、静かだけど、特別感のある場所みたいな行きたくなりますよね。ね、うん。ちょっと、これ行きたいね。行きたい。これ。行きたいな。これ普通に行きたいですね。うん、行きたいわ。これ。うわいいな。うわ、植物園いいな。いや、植物園行こう。ハエトリグサ見て、キャッキャしよう。普通に。いや、そう、ハエトリグサは、でっかいの、でっかい品種もあるじゃないですか。同じ系統の。ある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 。でっかってなったりとか。うん。ちっちゃいの見て、うわ、こんな形のもあるんですね、とかありますもんね。ね。ね、子供の頃も本当に私そういう食虫植物大好きだったから。めっちゃわかります。めっちゃ、なんか、エモ言われのロマンありますよね、食虫植物。そう、だから意外とね、その、男の子も好きだと思うんだよね、植物、ね。いや、だと思いますよ。うん。いや、ちょっとこれは行きましょう。ぜひ行きましょう。ちょっとわざわざ本当一発目ありがとうございましたね、本当に。いやいやいや、来たいと思っていましたので。ちょっとね、そう。本当はもっといっぱい喋りたいところなんだけど、お出かけのね、お時間もあるということなので。そうですね、無限に喋ってしまいますからね、我々。ちょっと、わー、10分しかいてくれないのか。この後が心配なんだけどな、私。全然、なぎさくんが帰った後、こっから1時間一人になる可能性あるからな。怖すぎる。出かけて隙間時間に、あ、もしもし、今出先なんですけど、って。だとしたら面白い。だとしたらもう面白い。たびたび。うん。いや、でも本当ありがとうございました、トップバッター来てくれて。いやむしろこの後頑張ってください。ありがとうございます。35万人おめでとうございます。ありがとうございます。お出かけ行ってらっしゃい。はい、行ってきます。またね。